肝臓パワーダイエット法をお伝えします。あなたはご存知でしたか？痩せるためにはこう基礎代謝が大事というのはご存知だと思うんですけれども、ではその基礎代謝を一番効率よく上げる方法、それが臓器であるその肝臓を元気にしてあげることなんです。その具体的な方法を今からこの動画を通じてお伝えしていきたいと思います。まずはですね、そのなぜ基礎代謝とその肝臓をの、まあ、その関係があるのかということなんですけれども、まずその代謝グラフを見てください。この代謝はですね、まあ、全体あるうち その約7割が基礎代謝なんですね。なので、まあ、他の、まあ、代謝をこう考えるよりも、まずはあなたの基礎代謝を上げることがこのパーセンテージを見てもお分かりになると思います。基礎代謝というのはですね、 あなたがたとえ寝ていても休んでいても、勝手にエネルギーをその消費してくれる、どんどんその燃やす体に増してくれるわけなんですけれども、この基礎代謝のですね、うち約3割が先ほどお伝えしましたその肝臓がですね担ってくれているんですよね。すごいですよね。まあ、もちろんその代謝を上げるといえばね、運動も大事なんですよ。運動も大切です。ただ運動をするそのことよりもですね、さらに肝臓を元気にしてあげる方が割合が大きいわけです。さあいかがでしょうか。なのでこの肝臓ですね、こう元気にパワーアップさせてあげることがもう最優先ということなんですね。そしてまずはその肝臓をですね、その元気にしてあげる前に、そもそもその肝臓に良いことをしたとしても、そもそもその逆に肝臓に悪いことをしていることの方が多ければ肝臓は元気になってくれませんよね。なのでその肝臓の機能をですね、こう低下させてしまう原因を先にお伝えした後に、その肝臓を元気にしていく方法をお伝えしていきたいと思います。まず肝臓機能ですね。本来肝臓ってすごくその丈夫な臓器なんですね。もう本当にその体内にこう入ってきた、まあ、老廃物、まあ、毒素をですね、一生懸命毎日毎日こうデトックスしてくれるそのデトックス工場でもあるわけです。その肝臓が、とにかくですね、疲れてしまう原因が、まあ、主に3つあります。1番、アルコールの飲みすぎですね。もうこれはもうよくわかりますよね。アルコールの飲み過ぎは肝臓に負担かけるなっていうのはもう分かってる。なので、飲み過ぎにはまあ注意ですよね。2つ目、高タンパク高脂質食品を食べ過ぎていると機能が低下してしまって、結局その太る体質になってしまうわけです。でこの高タンパク高脂質食品というのは、まあ、お肉であったり卵であったり乳製品であったり、必要な栄養なんですね。必要な栄養素なんですけれども、食べ過ぎてしまうとその消化にものすごく負担をかける、まあ、食品ですから、もう肝臓がヘトヘトなわけですよね。なので適量が大事です。では3つ目、食品添加物を取り過ぎてしまうことで低下します。そもそも肝臓はですね、先ほどお伝えしました、まあ、解毒作用をしてくれるデトックス工場に加えて、そのただでさえ、まあ、普通の食べ物ですよねの、まあ、消化そして排毒にこう忙しいわけです。そこに加えてですね、やっと仕事終わったと思ったのにですね、また後からじゃあこれも頼むねってこう仕事が増えるようなもんですね。食品添加物、まあ、農薬であったり化学調味料であったり、まあ、そういったこう加工された食品にたっぷり入っているものですよね。まあ、薬品、まあ、お薬もそうです。そういったものをプラスアルファ入れてしまうと肝臓の仕事がもう手一杯でですね、もうこれ以上働けませんという状態になってしまうわけです。ですからこの以上3つの原因を極力減らしてあげることが、まずはその肝臓が持っているその機能をそのベースですよね、負担をかけないと、ここが大事です。じゃあ以上踏まえてプラスアルファです。ここからは肝臓をプラスアルファ元気にして、その基礎代謝をですねどんどん上げていっていただいて、寝てても休んでも勝手にどんどんこう痩せ体質へとですね変わる方法をお伝えしますね。肝臓の機能を高める方法3つです。肝臓のですねパワーダイエット法の3つ、1つ目、もうまずはですね腸内環境を整えましょうです。なんで
肝臓の話じゃなかったですかっていうことなんですけれども、ここはですね外せません。なぜかというと、肝臓と腸はもう切っても切り離すことができない関係性なんです。肝臓が元気でいるためには、その大前提としてその腸が元気ではないと肝臓に負担をかけてしまうからなんですね。ですからまずは腸内環境を整えてあげることが大事で、ここで、もう別の動画でも何でもお伝えしてますけれども、私その美腸活アドバイザーですから、その腸活、腸をいかにきれいに元気にするかがポイントなんです。でここでちょっと入れ替えますね。で腸内環境を優しく、整える、やっぱり食事なんですね。とも繰り返しになりますけども、お伝えさせてください。初めての方もいらっしゃると思いますのでご覧くださいね。まずはもう和食中心で、頭文字孫は優しいという食品を取りましょう。まは豆類ですね。味噌、納豆、大豆製品などです。で5はごまですね。まあ、豆類、まあ、ナッツですね、種類です。で和はわかめなどの、まあ、海藻ですよね。やは野菜です。旬のものを召し上がってください。でさはお魚ですね。でしは椎茸などの、まあ、キノコ類。でいは芋類ですね。こういったのを、あなたがバランスよくとることで、まずはその腸が元気になってくれるわけです。でそしてその具体的なですね、まあ、種類なんですけれども、腸内環境、痩せ菌、善玉菌が大好きなんですね。痩せ菌の餌となる食品がこの4つなんですね。大丈夫でしょうか、言いますか。じゃあ1番、発酵食品です。もう納豆であったりキムチ、味噌、まあ、ヨーグルトですよね。こういった発酵した食品は痩せ菌、善玉菌のもう大好物ですから、どんどん積極的に毎食取っていただきたいぐらいの、食品なんですね。で2つ目、水溶性食物繊維。やはりこれはまあ、先ほどおっしゃった海藻類ですよね。こういったのは、あとネバネバ製品ですね、オクラとか山芋とか、こういったのをしっかりとっていくこと。で3つ目、オリゴ糖です。これは玉ねぎにも多く含まれてますし、あと蜂蜜ですとか、こういったものをですね、こうしっかりととっていくことで、まあ、痩せ菌が増えるわけです。で4つ目、 EPA、 DHA、 これはまあ青魚のまあ油ですとか、アマニ油とかですね、こういったのをしっかりととっていくと、あなたの腸はもうどんどん元気になって、結果肝臓に負担をかけることなく、肝臓をその元気にしてあげることができるわけです。さっきの続きですね。2つ目、高タンパク、こちらです。肝機能を高める方法、1つ目は、腸内環境でしたね。で2つ目、大豆製品を取りましょうということなんです。これはなぜかと言いますと、そもそも肝臓はですね、やっぱりタンパク質がないと困るわけですよね。もう元ですから、肝臓ができている元はやっぱりタンパク質、臓器も筋肉ですからね。なのでここで先ほどみたいな高タンパク高脂質ではなくて、低カロリーで消化にこう一切負担をかけないものであれば、やっぱり大豆製品ですよね。もういっぱいありますよね。もう納豆、先ほど、まあ、味噌もそうですよね。ここまあ発酵食品、あとはお豆腐、高野豆腐、きな粉であったり油揚げだったり、いっぱいありますよね。大豆製品でもうそのまま召し上がってもいいぐらいですよね。蒸し大豆とか美味しいと思います。こういった大豆製品をしっかりと取ってあげることで、まずは肝臓自体の元となるものをしっかり取ってあげるのがもう大前提です。3つ目、デトックス食材。これは何かと言いますと、その肝臓自体をデトックスしてあげる食材があるんです。でこれは、分かりやすく言うとですね、匂いのこう強い食品、例えば玉ねぎ、ニンニク、ニラみたいな、こうね、こう匂うっていうね、で美味しいですよね。匂いがとっても強い元気な食べ物、こういったものをしっかりとってあげることで、あなたの肝臓がですね、どんどん元気になってくれるわけです。ですから、この肝臓の機能を高める方法3つを使って、あなたのまずそのベースの腸内環境が良くなって、そして次にその肝臓が元気になると、あなたのその基礎代謝がどんどん上がるわけですから、脂肪をその燃やす、まあ、力が増えるわけですよね。どんどん代謝を上げていって、寝ていても休んでいてももう勝手に燃える体へと、変えることができるんです。いかがだったでしょうか。このお話、あなたとそして周りの大切な方々のためにぜひぜひどんどんシェアして差し上げてください。そしてまたこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。